プラスチックブーツに装着した12本爪ワンタッチアイゼンアイゼンは、氷や氷化した雪の上を歩く際に、滑り止めとして、靴底に装着する、金属製の爪がついた、登山用具である。ドイツ語の主体区アイゼンに由来する。ノボるイコール、スティーガンと、鉄イコール栄線からなる語であり、単に、アイゼンでこの道具を指すのは、和製語である。日本では他に、英語。 フランス語によるクランポンという呼称も使われる。クリート、またはアイスクリートとも呼ばれる。ロシア語ではコーシカと呼ばれているらしく、これは猫の胃という。アイゼンは主にサッケと呼ばれる爪のついた金属部と靴に固定するための部分で構成される。金属部は主に構成であるが、低温環境下でも税制破壊しにくいように、ニッケルコなどを採用したものや、 アルミニウム製のフレームに特殊構成の爪を取り付けたもの、軽量化と耐久性の両立を図った、シタン合金製のものもある。爪の数は4本から12本まで様々な製品があり、爪の数が多いものほど靴底の広い範囲に爪が配置され、滑り止めとしての能力が高い。一方、爪が長く、数が多くなるほど重くなる上、 爪の張り出しにより氷節面以外の地面では歩きにくくなる。爪の数が6本程度までのものは k 愛膳とも呼ばれ、靴底の中央付近に取り付けられる場合が多い。爪が多い製品では金属部分が前後で分割され、樹脂などの弾力性の高い別の部材で連結されているものもある。靴に固定する部分は樹脂製や化学繊維製のストラップでくくり付ける方式と 金具を利用して対応する靴のコバへ固定する方式、あるいはそれらを組み合わせた方式がある。ストラップを利用する方式は、どのような靴にも装着できるが、金具を利用した方式と比較すると着脱に時間を要する。金具を利用した方式では、つま先とかかとのコバがあらかじめ愛ンの装着を前提とした形状や強度で作られた靴が必要で、あるが固定強度が高く、 スキー用のブーツにも装着できる場合がある。ストラップと金具を組み合わせた方式の場合、つま先をストラップで固定し、かかとを金具で固定する組み合わせである。雪質によっては、アイゼンの爪の間に雪の塊を抱え込んで、爪の長さを有効に利用できなくなる場合があるため、靴底と接する面に雪が表面に貼り付きにくいプラスチック製の板を装備する場合があり、 アンチスノープレートなどのように呼ばれている。アンチスノープレートはあらかじめアイゼンに装備されている製品のほか、後付けのハム用品が製品化されている。軽アイゼンの一種として、合成ゴムなどの伸縮性の高い素材で靴底に、合成のチェーンを網状に貼る構造のものもある。チェーンアイゼンとも呼ばれ、小さく収納でき、着脱が容易な点を利点としている。一方、爪の数が多いもの。 特にアイスクライミング用として作られたものには、つま先の前方にほぼ水平に爪が配置されたものがあり、氷壁などを投反する際に斜面、あるいは壁に突き刺して利用する。こうした用途では、つま先の爪にかかる荷重を支えるために、相応の固定強度が要求される。ピッケルと並んで、最も代表的な氷雪投反用具である。どちらかというと、 ピッケルの方が派手でその影に隠れがちで存在感が薄いが実用面での重要性は非常に大きく中でも一般的な雪山登山においてはピッケルは単なる杖代わり滑落防止の確保支点滑落時の停止用具など消極的用法に止まるがアイゼンはこの時点でも積極的な活用を求められまた安全を保ち時間や労力や恐怖を軽減する 高いレベルの、いわゆるビオレトラクションに代表される、現代の垂直氷壁登班の世界で初めて、ピッケルは、アイゼンとの関連性を発揮し、積極的かつ対等に、使用されるが、これは、かなり特殊な目的に適応した用具であり、一般的な雪山ではアイゼンが主である。ヨーロッパの漁師や水晶鳥など山仕事に従事する、人々が普段使っている靴を改造し、登山靴とする中で、 厚めの靴底に秒を打ったり、現在のアイゼンに相当するような長めのスパイクを打ち付けたりした。詳細は、靴病を三小万年雪に覆われたアルプスが存在するヨーロッパでは、スイスのジェージムラーなど古くから氷河東工事におけるアイゼンの紅用を説く人がいた。オラスベネディクト・ド・ソシュールもモンブランなどで三本爪のアイゼンを使ったことが知られている。しかし、 アルプ総合時代になっても、多くのガイドを雇い無数の足場を切って一番に優しい、ルートから標高4000メートル級の山に登るので、あれば4本爪、5本爪程度の簡易アイゼンで、可能であり十分でもあった。いわゆるアルプスギンの時代でもアイゼンの進歩は、見られなかった。その後困難なルートへの挑戦が始まるにつれて徐々に、有効性が認められて改良され爪の本数も増え、ドイツ、 オーストリアの登山家には好意を持って迎えられたが、この段階においても、イギリスの指導的登山家の多くは、保守的であり礼遇されていたようで、畜場乗りを習ったと同じ利益しか得ないであろうと、皮肉られたり、お人の発明品と排斥されたりした。1900年前後になって、相次いで登山技術書が出版され、 素晴らしさを認めるようになったが、しかし雪や氷の斜面の実際の東半解説は、ピッケルによる足場切りを主体としている。オスカー・エッケンシュタインは、もともとアイゼンを軽蔑していた一人であったが、1886年、エイチローリアと組んで登ったホーベルクホルンでルートを間違えたこともあって、散々苦労しアイゼンの重要性を認識して八本詰めのアイゼンを考案。 さらにはつい最近までアイゼンの基礎であり、原型となった10本爪アイゼンを完成させ、スイスの A ヒュップハウプに製造させ、ピッケルによる足場切りをほとんど不要とした。デースコットはこれを1910年としているが、すでに1892年のエムコンウェイ率いるカラコルム探検隊にエッケンシュタインが副隊長覚で参加し成果があったともされている。ただエッケンシュタインは、 ミナレや風貌とは裏腹に、頭脳明晰で繊細な性格で協調性を欠き、これが災いして、誤解や偏見を招いて、頼り脱している。エッケンシュタイン型アイゼンは、ジョイント部分が動くので、アイゼン自体には、左右がない。アルフレート・ホレショフスキーは1923年に、マッターホルン北壁を見通し、ヘルンディ量の肩に抜ける成果を上げているオーストリアの、 クライマーであったが、靴には左右があるから、アイゼンもこれに対応した型を作った方が良いとの考えからホレショフスキー型アイゼンを考案した。日本には、ウィーンのミッチランガーが,がからマリア運動具店が輸入し、エッケンシュタイン型アイゼンと並んで広く使われた。1930年頃に登山家で、カジヤのローラングリベルは前爪2本を追加した12本爪アイゼンを開発した。 前爪の追加により、ステップを切る必要がなくなり、投範スピードが劇的に向上し、困難な氷壁を登れるようになった。12本爪アイゼンは1938年のアイガー北壁発登頂の時にも使われた。日本においては登山用具として、アイゼンが外国から輸入される前から日本にも雪国の生活用品として、ひこりや漁師や奥山周りの役人、行者や、 山伏等が新設用の和漢磁器と並行して詰め数の少ない鉄漢磁器を使用していた。これを現代の愛禅に近い形で使った最初の記録は施設気象観測所を建設したいとの意図から1895年に富士山に登った野中至るの例である。ただこの時はよほど粗悪な鉄漢磁器を使ったらしく、6号目以上では 役に立たず靴底に打った釘がこうそうしたという。1907年1月には、筑波山観測所長、佐藤純一と技師の筒井百兵が、富士山頂観測所建設を目的とし、頂上付近調査のため陶器に登頂した際、4本詰めの鉄管磁器を傾向した。大町の大山監主人であった、桃瀬慎太郎は、鉄管磁器を改良して3本詰め愛善を考案。 地元の漁師や登山者に愛用されていたが、これを、牧谷立根が1914年に、梁の木峠を越えて、剣岳長次郎谷設計の投稿に使用した、記録がある。木製電柱時代の河川作業員が使用した、アイゼンとホジベルト登山以外の利用として、電柱が木製だった時代には、河川作業員は、内向きの爪がついた、専用のアイゼンを使用していた。 ありがとうございます。